政党の会計情報が隠されているなどという妄想をおっしゃる方がおられますが、そんなことはありません。インターネット上で公開されている資料を見ていきたいと思います。はい、え、SNS であったりですね、え、YouTube などの動画サイトで時々参見される意見としてはですね、え、の会計情報が隠されているというものがあります。まあ特にですね、え、まあ黒川敦彦さんであったりですね、まあ大津彩香さんと、まああのね、反発し合うことになってですね、 そういった、ある意味偽情報がですね、見られることが多くなりました。がですね、まあ国政政党というのはですね、こういった資料についてはですね、インターネット上で、まあ公開をされておりますので、見ていきたいと思います。政治資金、収支、報告書と検索をすると、まあトップに出てきたのが、はい、総務省のね、サイトになります。まあこちらのね、えー、方を、とりあえずまずちょっとクリックしていきましょう。まあこんな感じで、えー、出てくるわけでございます。はい、こちら、今出てるのが政党 交付金、えー、使等報告書というところになりまして、まあ、上の方がですね、えー、政治資金収支報告書となります。まあ、とりあえずね、政党のものに関してはですね、こんな感じでインターネット上で見れるようになっております。はい、で、ちょっと Google の方に戻りますね。で、えー、ちょっとこ,ここをもうクリックします政治。政治資金収支報告書とあります。えー、そうするとですね、令和4年の 定期公表の文があります。で、まあ、これはですね、1年前の令和3年分のものということになります。ここをクリックしていきましょう。はい、当時のですね、NHK 受信料支払わない国民を守るとでございます。 とりあえずこんな感じで、とにかくたくさんの情報があります。えー、こちらなんですけれど、はい、借入金とまあ書いてありまして、えーね、あの数百万等にお貸しされた方のですね、えー、名前とまあその金額がね、書かれております。まあ、一応ね、公開されている資料でありますので、まあ、ちょっとね、あの <laughs> 個人名が出ておりますが、ちょっとご容赦いただければと、えー、思います。はい。 まあ多くの方がね、ええー、等に、まあお金を貸してくださっているというのが、まあわかるんじゃないかと思います。はい。で、その他の収入ってところですね、えー、寄付金のところになってくるのかなと。 を思います。まあ、ちょっとね、何を見たいかというと、まあ、私もですね、寄付をしていたということですね。ちょっと今回のね、代表権争い、お金の問題も出てきましたので、まあ、寄付はね、再開することになりましたということで、今出ておりますが、はい、令和3年の1月から10月までですね、毎月私、100万円を、まぁ、あの方にね、寄付をしておりました。まあこれはね、あの当時の文書通信交通滞在費かな。それ毎月100万をですね、まあ、そのまま党 にに入れてたとということになりますでえ、確かね、あの、10月から11月ぐらいに、ね、かけて衆議院選挙だったんですね。で、まあ、衆議院選挙が終わるとですね、えー、まあ、あの、もちろん議席は取れないんですけれど、まあ、取った得票に応じてですね、政党に今後、政党助成金がね、入るということに、まあ、な,なったということもあってですね、まあ、従前の約束通り、立、ま、花、あ、 党首からはですね、もうその衆議院選挙終わってからは、毎月100万円の、ね、寄付はまあしなくていいよと言われたので、令和3年の10月まで寄付をしておりました。で、まあ、ちょっとね、最近、あの、また代表権争いでちょっとお金の問題が出てきたので、毎月100万円を 入れていると、等の方に入れているということになります。まあ、正確にはですね、ちょっとホリエモン新党の方にまあ入れるようにえしました。あのー、ね、リソナ銀行の口座がちょっと使えなくなってしまったということもあって、ということでね。まあ、このね、あのー、寄付のところもいろいろとね、まあ、本当に個人情報がまあたくさんありまして、ちょっとここまでね、後悔しなきゃいけないのかというところに関してはいろんな意見があるかもしれませんが、とりあえずね、あのー、はい、こう、こんな形で、えー、しっかりとね、あのー 公開はされておりますので、はい、まあ、皆さんもね、ぜひ一度ご確認いただければと思います。こんな感じで、ね、どうのね、会計書類については、まあ、隠されているというのはね、あのはっきり言って妄想と言っていいんじゃないかなと思います。 ということでですね、まあ、アンチの方がね、いろいろおっしゃるんですけれど、まあ、そういった発言の根拠をですね、まあ、しっかりとね、示してほしいなと思います。で、まあ、私の方から、まあ、この点に関してのお願いなんですけれど、SNS などでですね、えー、こういう政党の会計情報を隠されているぞ、公開しろというのがね、えー、そういうコメントを見たらですね、えー、まあ、先ほど紹介した まあ、ウェブサイトのですね、URL をですね、まあ、ぜひ、一度、まあ、そういうね、あの、コメントに対して、まあ、リプをつけていただければと思います。ということでですねな、なんかまあ、妄想が妄想を広げてですね、とんでもないことになっておりますが、まあ、支援ね、いただける方は、まあ、ぜひね、あの、SNS などで、まあ、隠されているという妄想のような、まあ、コメントがありましたら、このね、URL で、いやいや、違いますよ。 ちゃんと公開されてますよというようなことを胸をですねまあ、お書きいただければと思います NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す、はい、どうもありがとうございました